無視すればいいと思います。関われないと思うんですよ。バカバカしいと思いませんか？人間社会って不思議だな。ネガティブな話題って多いんですよね。惚れた方が負けっていう言葉ぜひ出させてください。こんにちは、さゆきかなです。今回ねツイートを見ていた時に、某女優さんがデートとかお食事をした時に男性がお金を支払うのが普通だよねとか、した方がいいと思うとか、そういうツイートをして大炎上していたことがあったかと思うんですけど、それについて少し私なりの意見を話していきたいと思います。本日も最後までよろしくお願いいたします。結論から言います。無視すればいいと思います。なぜかというと、そういう考え方の某女優さんがおられます。それに反応したい気持ちももちろんわかるんですよ。自分と共感できない意見を述べている人がいたら反発したい気持ちもわかります。そこ私共感できます。わかるんですけど、よく考えてください。自分が死ぬまでに某女優さんとこういう関係を持つ可能性ってどれぐらいありますか？私はほとんどの人が某女優さんと関係を持つことなくこの世を離れる方がほとんどだと思っております。なのでその方がそういう意見を持っていたとしても、その方と別に関わる必要ってないじゃないですか。そもそも関われないと思うんですよ。死ぬまでその業界に入ってそれなりに努力をして知名度を上げて、その方と接触するコンタクトを取るっていう努力をしないと、その方と死ぬまで関わり合いを持つことはないと思うので、一生関わり合いの持たないであろう相手に対してエネルギーを使って炎上させる必要って私は意味がないかと思うんですよ。それに何より人って全く同じ意見を持っている人間って人口今80億人いるんでしたっけ。自分と全く同じ感性を持ち合わせている人って多分誰一人としていないと思うんです。例えば一卵性双生児で生まれてきた方っておられるじゃないですか。そういう方って中にはお母さんのお腹の中で体を分離しきることができずに体の一部がくっついたまま生活して、で60代で亡くなられた方とかもおられるんですよね。そういう方とかも体の一部をくっつけて、しかも同じ遺伝子で生まれてきてるにもかかわらず別々の人をそれぞれ好きになったりとかすることがあるんですよ。だって体の一部がくっついて何十年も一緒に過ごしてきて、ほぼ同じ経験しかしてなくて遺伝子も全く一緒なのにもかかわらず趣味や好きになる人が違うことってあるんですよ。人が全く同じ感性を持ち合わせる可能性ってほぼほぼゼロだと思うんです。なので自分と違う感性を持ち合わせている人がいて、でその人が何かしらのツイートをしたからといって、そこに対して炎上をするのって全くもってエネルギーの無駄だと思いますし、ちょっと話変わるんですけど、人のものを騙し取って資産財産を奪って炎上しない人と、そういうツイートをして誰の資産も奪ってないにもかかわらず炎上する人が世の中にはいるんですよ。これちょっと皮肉なんですけど、バカバカしいと思いませんか？人の資産を実際に奪って中には自殺に追い込む方もいる。でその人は炎上も全くしない。別に誰かの資産を奪ったわけでもないし、誰かの人生を壊して自殺に追い込んだわけでもないのに、その人はいろんな人から罵倒される人がいるんですよ。本当に人間社会って不思議だなって思うのが、どう考えたって罰せられるべきはこっちだと思うんですけど、世の中批判されるのってこっちなんです。そういうろくでもない恐ろしい人間がいる一方で、ポツンとつぶやいた一言で大炎上してしまう人がいる世の中、おかしくないですか？普通だったらこっちが炎上して叱るべきなのに、こっちは誰も炎上させないんですよ。みんな手軽なツイッターで見て、自分の感性と違うものを見てイライラして、自分の感情をそのままぶつけてめちゃめちゃに書くんですよ。
でもそれするぐらいだったら、もっと凶悪な人間って世の中にいっぱいいるので、そっちの人間ぜひ叩いてほしいなって私は思うんですけど、みんな叩きません。なぜならその人のことを知るのに苦労するからです。ツイッター開くだけでその人のことは出てきません。某女優さんの件について炎上をするっていうのはとてもおかしなことであり、ほとんど人生において関わることのない方の意見に対してエネルギーを注ぐのも非常にもったいないと思います。そんなところにエネルギーを注ぐんでしたら、友達と遊ぶことにエネルギーを注いだりとか、自分の趣味にエネルギーを注いだりとかした方が平和になると思いませんか？これまた別の話になっちゃうんですけど、前にね、 YouTube のコメント欄に風俗場の裏垢でお客さんのことを批判している人がいました。そういう風俗場さんのいないお店ってどうやったら見つけられますかっていう質問をいただいたことが過去にありまして、私その時に質問に回答させていただいたんですけど、そういうお店は存在しません。なぜならお店と風俗嬢さんの関係って会社と正社員っていう関係ではなくて、どっちかというと会社と取引先っていう関係なので、お店としては裏垢に関してまで管理する義務はないですし、そこまで管理しきれないんですよ。やっぱりネガティブになってしまうツイートを見るぐらいでしたら全部ミュートしてくださいって返しました。ツイッターでネガティブな話題って多いんですよね。まあ、ネガティブな話題の方が人って食いつきやすいのでツイートする方多いんですよ。共感されやすいんですよ。ついつい見ちゃうと思うんですけど、自分の感性とは合わない話題っていうのは基本的にはもう全部ミュートかブロックしちゃってください。それが正解です。人のことを変えるのって難しいです。てか不可能に近いです。自分の感性を変えたりするのも難しいのに、他人の感性を変えることって不可能に近いんです。そこに対して自分の感性と違うからといって、自分のせっかく持っているエネルギーを使ってネガティブな意見を書くのは意味がありませんし、それをしたからといってすっきりするでしょうか？まずしないと思います。なのでその意見そのものに対しては、私はあ、そういう意見もあるんだなっていうぐらいしか受け止めておりません。っていうか、惚れた方が負けっていう言葉ってあるじゃないですか。恋愛って男性の方が女性に惚れました、お付き合いしてくださいって言ってデートなどに誘うことが成功しましたってなったら、私だったら自分からお金出します。だって自分の願いを聞き入れてくださったんですよ。その人の貴重な時間を使ってくださったんですよ、自分のために。それはもう出したいです。もうぜひ出させてくださいみたいな。結構私困った時に友達とか後輩とかにパソコン関係とかで困ったりとかしたら呼んできてもらったりするんですけど、うちに。その時に現金そのまま渡すのはなんとなくちょっといやらしいので、お酒とか全部ご馳走してます。だって私のために時間くれたのに割り勘とかちょっと申し訳ないなって私思っちゃうので、私は出します。惚れた方が出すのがよろしいんじゃないでしょうか。たまたまちょうどツイートしてたら、その1年前のツイートが流れてきたのでこの動画撮ってみました。なので私のこの意見に共感する必要はありませんし、炎上していただいて結構です。あなた様の貴重なエネルギーを使って炎上させていただいて結構です。むしろ私のためにエネルギーを使っていただいてありがとうございます。なのでそういう形で話をまとめさせていただきたいと思います。本日も動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。バイバーイ。